キャリアハイといえる成績を残し、リーグ優勝、そして日本一に大きく貢献した佐藤輝明選手。シーズン序盤は調子の波が激しかったものの、後半戦は調子を上げ、月間 MVP を獲得するなど、印象的な活躍を見せてくれました。後半戦に掴んだであろうバッティングを来シーズンもできれば、かなりの成績が見込めるのではないでしょうか。そんな佐藤輝明選手に対し、ヤクルト OB の宮本慎也氏が言及。このオフの過ごし方、そして来シーズンの大爆発に向けた鍵についてアドバイスを送りました。また、岡田監督もまだまだ佐藤輝明選手の活躍に満足していないようで、さらなるレベルアップを求めています。今回の動画では、宮本氏や岡田監督が語った来シーズンに向けたポイントについて紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。38年ぶりの日本一ということもあり、テレビ出演や会食が増えるであろう今年のオフシーズン。活躍したシーズンオフに会食などで思うような練習ができず、翌年に成績を落とすような選手はこれまでもたくさんいました。宮本氏は、3度日本一に輝いた自身の経験も踏まえ、優勝しているし、日本一になっているし、活躍をしているので、おそらく引っ張りだこなんですよ。普通に予定を入れていったら、練習する暇ないと思う、と語っています。ましてや人気球団のタイガースの場合、佐藤輝明選手への誘いは一気に増えるでしょう。バラ色とも言えるオフを過ごす上で、宮本氏が重要だと語ったのが、トレーニングの計画性でした。宮本氏によると、まずは自分のトレーニング。計画性を持ったトレーニングのメニューを、このオフはこうやってやりたいなというのを確保することが大事です、とのこと。シーズンオフの最初にまずトレーニングのスケジュールを立て、予定をブロックしておくことが重要だと語りました。この計画性を極めているのが、あの大谷翔平選手です。2016年に日本ハムで日本一となった大谷選手は紅白歌合戦のゲスト審査員としてのオファーが来た際、練習場所の確保を条件に承諾。大谷選手ならではの条件です。一方、メジャーリーグで MVP を獲得した2021年オフに再びオファーが来た際は、トレーニングのルーティンを崩したくないという理由で辞退。大谷選手レベルの選手でも毎年トレーニングの試行錯誤を続け、計画性を持って取り組んでいることがわかります。来シーズン、佐藤輝明選手がさらに爆発するためには、大谷選手のような計画性が重要になるでしょう。今シーズンはリーグ4位の24本塁打、3位の92打点と素晴らしい成績を残したものの、岡田監督はまだまだ満足していない様子。アジアプロ野球チャンピオンシップに出場する侍ジャパンに選出され、秋季キャンプの不参加が決まると、一番鍛えたいやつがおらん、と嘆いていました。佐藤輝明選手は昨シーズンも侍ジャパンに選出された影響で、秋季キャンプに1週間しか参加していません。来年の開幕まで時間があり、しっかりと追い込める秋季キャンプに2年連続でほとんど参加できていないというのは大きな不安材料と言えるでしょう。好不調の波が大きかったバッティングにばかり注目が集まりますが、守備面も大きな課題です。サードに固定された今シーズンは、リーグで2番目に多い20失策を犯し、守備率は9割3分8厘。かなり厳しい数字となっています。日本シリーズ第4戦では同点につながるエラーを犯しており、守り勝つ野球を掲げる岡田監督としてはかなり不満でしょう。秋季キャンプで守備を徹底的に鍛える構想が実現できず、よりオフの取り組みが重要になってきます。どこかサボりがちなイメージを持たれている佐藤輝明選手ですが、シーズン中からその姿勢は変わったとのこと。岡田監督が、8月のロード中から、ちょっと変わってきた。練習でもノック終わったら、走塁練習もやって。前までは、ノック終わったらずっとクーラーのとこで涼んでおった、と、意識の変化について明かしています。高い意識を持っていれば計画的なトレーニングもできるはず。不安視しているであろう岡田監督を納得させる姿を春季キャンプで見せてほしいですね。後半戦に見せたようなバッティング、そして安定感のある守備を来シーズンは見れるのでしょうか。今後も佐藤輝明選手から目が離せません。今回の動画もご視聴いただき、ありがとうございます。
阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。